チャンネル登録者が600人を超えました。こんにちは、しんじです。今回はね、チャンネル登録者が600人を超えたということで、恒例のね、記念の動画として、まあいろいろね、話していきたいなと思ってます。前回のね、記念の動画から、まあ100人ね、増えて600人になったわけなんですけれども、まあこんなことを言っていいのかどうかはまたね、あれなんですけど、なんか100人増えたっていう実感がね、ないんですよ。というのも、この動画を撮ってるのが9月のね、1日なんですけど、先月、まあ昨日までは、まあ8月なんですけど、8月はやっぱりちょっと身の回りにね、大きなことがありすぎたっていうのがあって、動画をね、なんかまともに作ったっていうね、気がしないんですよね。なので、100人増えたっていう、なんか達成感というか、実感がなんかないんですよね。まあ、僕のね、まともに作れなかったようなね、原因の話の動画を見てくれた方はわかると思うんですけど、その後に、僕が子供の頃ね、まあ近所付き合いあった、まあ近所に住んでたね、おばさんがいるんですけど、その人もね、亡くなってしまったんですよ。で、まあね、自分より年上の人が亡くなるっていうのは、まあ自分のね、身の回りの人はしょうがないとは思うんですけど、亡くなったのが、またね、前日にね、そのおばさんからね、電話があったんですよ。そのね、電話があった翌日に亡くなったらしくて、ね、なんか、ちょっと、ね、落ち込むなって思いました。っていうこともあって、まあね、その動画を見た人はわかると思うんですけど、僕の母親がね、亡くなる、ね、午前中に僕が電話をしてて、まあそのおばさんとはまあ前日に電話で話して、まあなぜかかかってきたんですよ。で、その翌日に、まあ亡くなってしまったと。っていうね、出来事がね、あったりしました。まあこれ600人突破っていうのに全然関係ない話なんですけど、まあそれでもね、世界はね、回ってるっていうことですよ。ね、チャンネル登録してくれる方もいるわけですしね。ということでね、チャンネル登録を本当にしてくれた方にはね、感謝は本当にあります。動画を見てくれた方にも感謝はあります。ということで、本当にね、いつも見てくれてる方、チャンネル登録をしてくれてる方、ありがとうございます。ということで、こちらもね、恒例の、チャンネル登録者数のね、推移なんかをね、ちょっとこの辺に出してみます。今回はね、500人から600人増えた時っていうのは、18日間かかったっていう感じですね。これは400人から500人の時と同じ日数ですね。なので、まあ、本当にね、この比較対象っていうものがないので、まあ、このぐらいのペースがね、本当にいいのか悪いのかっていうのは全くこうわからないんですけど、最初にね、100人、まあ、始めた時から100人突破した時は、44日間かかっているので、まあ、そう考えるとね、半分もかからないで、まあ、100人をね、超えれるようになってきてるんだなっていう気はします。で、まあこれもねまた出してないんですけど、200人突破の時は、100人突破から32日間かかってるので、それ以降がね結構同じような日数で100人ずつ増えているんだなと思います。まあほんとねこれは比較のしようがないというか、同じような期間でみんながどれぐらいこうチャンネル登録者数が増えてるかっていうのがねわからないので、まあトップ YouTuber みたいな人たちはおそらく同じような期間で1000人とか2000人とか増えてるのかなって気がしますけど、まあ最初にも話したんですけど、まあ本当先月はいろいろあったので実感がないまま、まあ100人超えて嬉しいは嬉しいんですけど、でもそういう状況でもこう動画を出して見てくれる人がまあねインターネットっていう世界なので、見てくれる人がねいてっていうのがねすごい不思議な感覚ですね。これまでね、やっぱり毎日本当に僕の記憶が正しければチャンネルを始めて初めて動画を出してから、まあ、その途絶えるまでは毎日動画を出してた気がするんですよ。なので割とこうライフワーク的な感じになっていたので、まあそれがね途絶えてもチャンネル登録をしてくれる方だったり、まあ、動画を見てくれる人がいたりとかして、ほんとねなんか不思議な感覚ですね。まあ、正直なところを言うと結構その何て言うんですかね、動画をこう出し始めて毎日出してるとその途絶えないようにしなきゃみたいな意識もちょっと出てくるんですよ。なのでそういう時に逆になんか動画を突然出さなくなったらどうなるんだろうなとか、どんぐらいチャンネル登録者数が減ったりとか、その登録してくれるペースみたいなのがどんぐらい落ちるのかなみたいな。なのでそういうね動画をこうちゃんと出してる時に思ってしまうというか、こう考えたのはあえて一回動画を毎日出すのやめてみようかなとか、そういうのをね考えていたので、まあ前向きに考えるならその毎日動画を出すっていうのが、まあきっかけはね結構残念なきっかけなんですけど、まあそういうのがあったのはまあほんとね前向きに考えるなら良かったのかなとちょっと思いました。あとはそういうふうにこう動画を突然出せなくなっちゃうとか、そういうのをねなんか伝えるのにはやっぱりこう Twitter とかを YouTube と連携しとかないとなっていうのもちょっとねやっぱり思いました。まあそこについては今までのねこう記念動画で何度かこう触れたりはしてるんですけど、まあその辺はね1000人っていうねチャンネル登録者数に行ったら、まあそこで今自分が使っているアカウントと連携しようかなと思ってます。なのでねまあ Twitter もね1回だけなんかコメントかなんかで Twitter やってないんですかとか言われたことはあるんですけど、まあ一応個人アカウントみたいなのを持っているので、まあそこと連携しようかなと思ってます。そして、今のね動画の状況なんですけど、割とというかここ数週間1週間ちょっとぐらいはずっとゲームのね動画を出し続けてる感じになっちゃってます。まあこれもねゲームの動画を楽しみにしてる人にとってはいい状況ではあると思うんですけど、ファントムとかの動画でこうチャンネル登録をしてくれた人とかはまあねちょっとあれっていう感じになっちゃってるんじゃないかなと思います。まあでもこう思うんですけど、ある程度こうね今はもうこれ撮ってますけど、ある程度こう時間に少しね余裕があったりとか、あとはなんか物を買わないとねこう物のレビューっていうのができないので、ゲーム実況はすごい僕もね楽しんでやってはいるんですけど、一応ねこのチャンネルの中におけるゲーム実況っていうのは、結構つなぎ的な要素が大きいです。毎日動画を上げるっていうのを自分ルールみたいに決めてるので、そこでねやっぱりこうずっと物を買い続けるとかもできないので、まあ多分ちょっと前はファントムの、まあ、話してる動画がいっぱいあって。まあその中にちょいちょいこうゲーム実況を入れれる時は入れてて、で、今はそのファントムがちょっと落ち着いちゃったのでゲーム実況でつないでるみたいな感じになってます。まあほんとね最近結構ゲーム実況の方の動画も個人的にはいいのが撮れてるなとは思うので、是非ねこの機会に最近の Days の動画はね割といい気がするので、まあ興味がない方もね1回ぐらいちょっと見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはねほとんど僕もちょっと忘れかけている BMPCC がねもうそろそろ多分入荷するんじゃないかなと思ってるので、まあそちらもね買ったらレビューもするし、作例動画みたいなねものもね出していこうと思ってるので、おそらくは次買うのは BMPCC になるので、まあそちらの動画もね楽しみにしてもらえたらなと思います。あとはファントムのねテストフライトどうなってんだっていうのがあるんですけど、まあこれ今動画を撮ってるんですけど、テストフライトはしてきました。で、この動画の後にちょっと撮ろうと思ってるんですけど、まあどっちがね先に上がるかどうかわかんないんですけど、ね、多分この600人を超えましたっていう動画が先に上がるんじゃないかなと思うので、テストフライトをねどうなってんだっていう風に思ってらっしゃる方がいたら、まあやってきましたので、この後にちょっと撮りたいと思ってます。ということでね、なんか今すごい鼻声というか鼻水がね、この撮ってる間も何回か鼻かんだりとかしてあれなんですけど、風邪ひいたわけじゃないと思うんですけど、ちょっと鼻声な気がしますかなんか締まりが悪いんですけど、600人本当にありがとうございます。これからもね、まあ毎回言ってるんですけど、やっぱ毎日動画を何かしらねやっぱ出して、まあ、僕のねこのチャンネルを始めたきっかけのね初心は瀬戸康史さんと一緒の動画に移るっていうね目標がありますので、ぜひぜひ皆さんも僕のことをね少しでも応援してくれたら嬉しいです。ということで次回は、700人を超えた時にこういった動画を、作りたいと思ってます。本当にこれからもよろしくお願いします。今回の動画はこの辺で。しんじでした。